皆さんこんにちは、 M スタジオのももかです。今日は自分で摘みに行ったブラックベリーを使ってブラックベリーのソーダを作っていきたいと思います。フランスでブラックベリーって本当にこの時期になったらどこにでもあって、いつもお散歩に行く道で見つけられたので、それを今日は作っていきたいと思います。ちょっと今お家が内装工事中で、ちょっとお見苦しいところもあるかと思いますが、どうぞご了承ください。それでは作っていきたいと思います。Thank you.